ロー皆さん、どうも、こんにちは。今日もようこそいらっしゃいました。さて、自分の脳の中で起こっていることをもっとはるかに高いレベルで理解して、人生を思い通りにするセミナーのその3ということで、今日第3回目ですね。いや、今日もね、もうとっておきのやつをシェアさせていただきますよ。皆さん、どうもありがとうございます。あどうもありがとうございます。ちょっとね、今、続々と入ってきてるんで、ちょっとまあ待たないでそのまま進めていきますね。 セミナーの注意事項ですけど、こんなところありますけど、皆さん適当に楽しんでください。はい。ということで、私は今までですね、あの私の教え子が年収3倍の不動産所得を、えー、権利収入を6ヶ月で作るまでに得た考え方みたいなセミナーをやってきたわけですが、まあ、ここにたどり着くためのマネーリテラシーみたいなものをです、ね、やっていたんですけれども、今日は特にですね、この自分の脳の中で一体何が起こっているのかっていうのを理解することによって、あの人生を思い通りにしていく、もっと 言えばなりたい自分になっていくっていうところのその3回目でねやっていきたいと思いますさてねいきなり問題からいきますよこれね最初の問題でしたね初日のその1の問題でしたこれもね普通の人が思いもつかないような答えをあの皆さんは出しましたねはいそれで、えー、その2の方ではね50階建てのビルから飛び降りますかその理由はえー、そんな理由それが本当の理由だったのっていうねなんかそういうことを感じていただいたと思いますけれども今日はですねさらに ここから問題始まりまりすよもう最初に入っていない人、この問題ができないんで、本当に、ね、かわいそうですね。この問題、すごい面白いんです。じゃあね、この問題、これはね難しいですよ。相当難しいです。いくらでもお金をくれるというおじさんがいたらもらいますかという問題なんです。えー、ばかなんじゃないの、この問題と。今思いましたね。この問題を読んで、そう思いましたね。お金くれるおじさんがいたらもらいますよ。 当たり前ですってね、この問題の答えは当たり前もらってください。どうぞもらってください。な、はい、ね。でも、この問題や続きがあるんです、ね。ただし、だるまになります。どういうことか。えーとですね、皆さん、思い、思い、思ってください。朝、ある朝起きたらですね、いきなり両手両足がなくなってて、ね、両手両足なくて、それ手術がきれいに終わってて、血とかは出てないんですけれども、ああれなんであれ寝返りが打てねえみたいな。 でこうやって起き上がるのにも体をくねらしてもです、ね、起き上がれない。でも、下向くとこう窒息しそうになりながら、ハッと目が覚めて、なんとかなかんとか腹筋を使っても,もくねるくらいしかできないですね。そうやって起き上がったら、あのあの一応、車椅子の生活をして、でそこにあの以前、ね、もらったその誰だか分からないおじさんからもらったお金があって、な、ま、ん、あ、とか生活できるんですけど、どうですか両手両足なくなった状態、これがだるまです。はい、じゃあ、そのね、なる1日前に戻りました。 はい、そこでもう一回この質問が出るわけです。いくらでもお金をくれるというおじさんがいたらもらいますかと、この問題ね、ただしだるまになるんです。はい、じゃあね、まあ、別に、ね、あの1億円でも2億円でもいいんですけれども、これ、いくらだったら次の日にあなたはだるまになっても、まあ、次の日じゃなくてもいいですよ、手術をする、ね、時間と、その手術であの病気になって死ぬとかそういうリスクはないんですもうか。あとね、痛いっていうのもないです。 もう手術の間も麻酔やってるし、その治,治った、手術が治った後は、もう完全に痛くはないんですけど、手と足の機能がそっくりそのままなくなって、もう本当、だるまの状態、誰かに、ね、介護して持ち上げてもらわないと、その石とか電動自動車、電動椅子とかにも乗ることができない、そういう、まあ、こういう状態をだるまさんという呼ぶようになるとです、ねだ、だるまさんになったら、この10センチの壁ももはや越えられないわけです、10センチの壁も越えられない、そういう自分になる、そのために何円もらったらそうなりますか。 ね、この変なおじさんが聞いてきたわけですよ。いくらでもあげますよってね、まあ、私のことじゃないですよ。はいね、このおじさん聞いてきたときに、あなた、いくらだったになりますかはい、3秒間考えてください。これね、10時間考えてもね、大し気が変わらないんで、ね、はい、3秒間経ちました。ね、普通だったら、ここでね、相当聞いたりね、理由を聞いたりね、やるんですけども、あの今日は、ね、もうこれ、しょっぱなの問題なんで、時間取るのもなんなんでね、あの大体、まあ、人によりますけど、これ、えいくらもらっても嫌ですっていう人がほとんどです。 そりゃそうですよね、手足。つまり自分が今、当たり前に享受しているこの自由が突然なくなるということと、いくらの引き返しますかっていう問題。これはいきなり明日目,目が覚めたら85歳のおじいさんになっていて、あともう、なもう、よぼよぼだみたいな、そういうのとになるっていうのと言い換えても同じことかもしれませんね。ただ、リアリティというかね、今のこの年齢でもどういうことになるのかっていうのを考えてもらうために、この、だるまさん手足がなくなったらどうなるんですかって聞くとですね、大体、大体、 人によって違いますけれども、1000億円くらいだったらってね、あの言うんですよ。ええー、1000億円ですから、まあ、人によってはね、1000兆円とかね、やっぱ言うんですよ。で、1000兆円ってね、まあね、あの国家予算の、ね、20倍くらいですからね、まあ、別にそ,それでもいいんですよ。いくらでもくれるおじさんはね、あげるんでしょうから、はい、まあ、だいたい1000億円とか千、1000兆円とかねそん、そういう金額を言うんですけど、はい、ここでね、問題なんですよ。 はい、皆さん、ちなみにどのくらいだと思いましたかね、大体100億円くらいですか、1000億円ですか、はい、じゃあ1100億円くらいだっていう人、はい、はいえー、1000億円でも嫌だっていう人、はい、はい、1000兆円、あのまあ2兆円くらいでいいかなっていう、2兆円って言ったら相当ですよ、ねはい、50兆円だと国家予算ですね、はい、50兆円の人、あーね、いますね、はい。これね、聞いててもきりがないので、大、ま、体、あ、いい1000億円くらいだとしましょう。はい。 あなた一千億円と答えました、じゃあね、本当に切られるんですよ、一千億円もらえる代わりに。ね、次の日かまあその手術やって、ね、起きたらこう手足がなくなって、こうやってくねってくねって、うわっ今まで享受していた自由かって言って、そういう状態になるんですけれども、はい、両手両足がなくなっただけで一千億円ですかということは、あなたの命の価値はもっとありそうですね。そうですもし一千億円だとすると、あなたの命の価値は、まあ、少なくとも1兆円くらいですよね、だって両手両足で一千億円ってことは。 まあこれいくらでもいいんですよ、まあ、今ね、仮にそんくらいと答える人が多いので、その人の気分になって、その人に話しているんですで。そうです、そしたらあなたの命の値段は、例えば1兆円だとしましょう。ね、いやいや、地球より重いんです、私は買えないんです、ね、それでもね、5000兆円とか、ねまあ、言う人もいるかもしれないですけど、まあ、1兆円、そうです、それがあなたの命の値段です、1000億円って答えた人なんですね。はい、そしたら、たった今、それが自分で自分につけた命の価値なんです。 まあ仮にですね残り50年生きるとすると、まあ、今何歳だか知りませんけど、まあ、大体ね30歳くらいの人かもしれないんで、まあ、その残り50年だと仮定すると、50年で割って、さらに1年間365日ですけど、まあ、200日くらいしか働いてないんで、200で割って、それを1日8時間で働いてるんで、8時間で割ると、これ時給いくらだと思いますかはい時給はズバり,り1250万円です。 はい、両手両足なくなって1000億円って言った人は、あなたの時給は相当、ね、これもっと短い人もっと高くなりますよ、ね。50年残り生きたとしても、時給1200万円、1時間ですよ。ね、そうあの自動販売機にあやばい5円玉落としちゃった、10円玉落としちゃったって拾ってる場合じゃないですよ。あなたの7時間が1250万円なんですよ。ね、それ拾ってる間に10秒くらいだったらね、あの時給1200万円だったら、これ、ね、あの5秒か10秒くらいにあの数百万円。こう 捨ててるこじゃなくて、じゃあこれがね、365日で24時間だとしても時給230万円くらいです。問題はここからです。あなたは本当に1000億円欲しいって言ったにもかかわらず、自分の自由、自分の命に対してそれだけの価値があると言っているにもかかわらず、本当にあなたの1時間を時給1250万円とか300万円とか、そういうつもりで生きていますかっていうことなんです。 ね、そうやって考え、私の時給、ね、時給いくらですかって聞きますけど、聞くと、一番答える確率の高い金額は1000円です、ですこれ、大体、まあ、それ1000円ってね、最低賃金に近いですけど、まあ、アルバイトしてやってる方とかそうなのかもしれません。はい、にもかかる、その人に聞いても、大体ね、こう1000億円とか100億円とか言うんで、こういう単位になるわけですよ。つまり、あなたの1時間はどんなに少なく見積もっても、30万円はするんです。 もし、あそこでもう100億円とかね、あの5億円とかね、まあその何、何億円単位の金額を言った人がいたとしたら、あなたの自由はそのくらいの価値がある。ということあなたの命はもっと価値がある。ということあなたの1時間は少なくても1200万円。1時間ですよ。1200万円、もしくは、まあ、どんなに低くても30万円はある。そう思って、あなたの1時間を使っていない限り、 あなたの1時間は本当に1000円とか1万円とかね、まあ、普通の、まあ、1万円はね、一時間1万円っていうのはね、なかなか普通の会社員のちょっと上の方かもしれないですけどね、1万円だと思ってていいんですか、あなたのこの消えていくその時間が大切な。これが疑いようのない事実なんです。自分は自分の命を1時間1000万円とか100万円とかね、だと思って生きてるにもかかわらず、本当に1時間をその価値と対等なものとして、 扱っていますか扱ってませんと答えるのであれば、あなたのやっていることはもったいないということが最初に、ねえー、出したかった問題なんですね。どうですかこの問題、面白かったですかはい。ね、だるまになったら大変ですよ。ならないでくださいね。まあ、ちなみに本当にだるまになったからくださいって言っても私、あげられませんからね。よろしくお願いしますよ。<laughs> はい ね、ということでね、あの次の、ね、問題を出してみたいと思いますけど、これね、最初に問題を出すのはもうさ、最初にね、あのー、<laughs> 興味づけしないとね、もう次の話、まあ、当然これ、次の話につながる話なんですけれどもね、あなたの1時間が本当に1000万円、1時間1000万円、300万円ね、まあ、ここではね、いろいろあるんで、もう100万円とか言うと、もう完全になんかこう違うなっていうところから頭入っちゃうんで、せいぜい30万円にしておきましょうね。 絶対30万円はありますからね、あなたの1時間の価値は。だもしマクドナルドに行ったとしたら、30万円をお支払いして、千円札をいただいて、ね、それで終わるんだったらあの、自分は浪費してますからね。あのだからそこでは最低限29万9000円の何か学びとか、そのマクドナルドの。 システムを勉強するとかこうそういういものを得てくださいそのくらいの価値を得て自分がそれ以上のビジネスに生かすんだ自分の人生に役立てるんだっていう考えがない限り本当にその自分の時給が正になってしまいますからねそうやっていけるんですさてここで時間の話が出てきますさーて面白くなってきましたよはい時間の流れについて説明しなさいって、ね、なんかねこれねあの <laughs> どっかの難しい、ね、大学院の入試みたいな感じかもしれませんけど、あのまあ、そこまで、ね、答えられる人がいたら、どうぞお願いしますと、ね、あの相対性理論とか使って、ね、説明していただいてもいいんですけれども、ね、まあ、これあの、めんどくさいんで、あのもう意外答え言いますけれども、大体の人は、えー、こんなのバカじゃねえのお前、そんなのも知らない、小学校行き直せってね、あの私に向かって、ね、あの教えてくださるかもしれませんけれども、ね、答え、こうですよね。 過去から現在、現在から未来について時間は流れておりますと、ねはい、それであの時間1秒の単位は今のところ世界標準時間、あの原子時計セシウムの,あの原子の振動数が一定数になった時をもって1秒としてますとかってね、まあ、そういうふうに決めてるんですけれども、あのそんなことを聞いてるんじゃないと、まあ、そんなことを、ね、聞いてるんですけど、多くの人が過去、現在、未来というふうに時間が流れてると思ってます。 そしてそれが正しいと思ってる。しかし、これね、何が正しいのかっていうのは、これね、物理学の中でも、ね、よくわかんないんですよね。だって見方によって定義によって、そのあ、どの数学体系を使うかによってこう違う、違う違うになるわけです。だから過去にはいけ,ない,いけるとかいけないとかね、未来にはいけるけど、過去にはいけないとか、いろいろあるんですけれども、ここで言いたいのは、この、 どう考えてもいいとか、そういうものに関しては、もしくは答えがわからない。例えば、死んだ後どうなるかとかですね、そうう答えがわからないわけです。でまだかつてあのと解いた人はいないんですけれども、そういうものに私は当然チャレンジしているわけなんですけれども、あのそういうわからないものに対しては、こういうふうに考えるのがいいっていう考え方があってですね、それはどういうふうに考えたら、 自分の人生が思い通りにな,なりやすい、なる確率が上がるのかという観点から物事を捉えることによって、えー、いいわけですね、えー。じゃあ時間の流れ方ってどういうふうに捉えたら自分の人生に役立つんですか、まあ、その前にね、頭がいいっていう言葉があるんですけど、頭がいいってどういう状態が頭がいい人だと思いますか、ね、よく点数の 点が取れてもね、あいつは点数が取れるだけで頭の悪いやつだなんて言ったりするんで、ねまあ、勉強ができるっていうのが頭のいいじゃなさそうだとか、あいつは地頭がいい。じゃあ地頭じゃない頭は何なんだとかですね。まあ、要はみんな頭がいいっていうのを適当にバラバラにイメージで使ってるんですけど、頭がいいというのは未来の予測正解率が高いってことなんです。未来の予測正解率が高いということは、あの、 社会や同僚をその通り動かせたりあ、こうなるんだからこういうふうにしたらいいねっていうのがこう予測したり当たったりする、テストの点数がいいのもあのいろんなことを知ってて未来の予測成果率が高いわけですね、場合によっては山をかける予測成果率が高い、まあ、大学入試なんかね山、山をかけてそこが行けば当たるとかね、そういうのありますよね。それに未来の予測成果率が最も高いのは何ですかそうです科学です 科学がなぜ重宝されるのか、それは未来の予測成果率がめちゃ高いからですね、ロケット飛ばしてみるまでどこに,飛ばどこに着弾するのか分かりませんって言ってたらね、あのロケット飛ば,し飛ばせないんで、あのいやいや、これはこのエネルギーでこの噴射をするとこういう弾道になって、全部分かる。やる前に分かる。それが科学のいいことですよね。やってからじゃないと分かりません。だから未来を予測するためには社会科学とかで、社会実験とか、その。 やってるわけですねでは科学が未来の予測成果率がこのように全て全部未来の予測成果率が高くなるものが頭がいい。まあ、頭がいいっていうと、ね、あの語弊があるんですけど、まあ、要は重宝される一つのいい基準になるわけです。頭がいいとかテストが当たるとか。でこの未来の予測成果率が上がってる人は当然自分の思い通りの自分になったり。 あの社会にの自流に乗ったりそういうことができるようになっていくわけです。さて、じゃあこの時間の捉え方なんですけれども、それは一とに未来の予測正解率が上がるような時間の捉え方はどういう捉え方なんでしょう、時間はどういうふうに流れてるんでしょうかという考え方があるんですけれども、あのもう結論を言います、これはあのもうさまざまな工学セミナーに出たり、まあ、そのものの本を読めば大体、 あの普通の本じゃなくて、そう,いう言っちゃった人っていうか、まあ、あのそれなりの成果を出し,ちゃ出した人たちの書いた自伝とかですね、そういう人は時間はこういうふうに捉えなさいと書いてあるものがあります。それはですね、あの時間は今、今、今、今と、今が積み重なってるんだという説もありますけれども、もっと未来の予測成果率が上がる捉え方は、さまざまな未来があります。未来は さまざまな未来からちょっとずつ確率的に今に向かって流れてきているんです。例えば10年後の弁護士になっている自分、例えば10年後の医者になっている自分、まあ、なってない人もいると思いますけどね、それはその薄い確率なわけです。でただ、じゃゼロかつはゼロじゃないですね。また10年後に刑務所にぶち込まれている自分もいるわけです。その自分からかすかな確率の時間が自分に向かって流れてきています。弁護士の自分から微からな 政治家の自分からかすかなお医者さんの社長の大金持ちの普通の人間の今より悪くなっているいろいろな自分が未来には確率としてあるわけです。その確率から時間が薄くいっぱい自分のところに今に向かって流れているで。過去はもう確定しているので変わりませんね。過去が変わるっていうのは自分の記憶の中では変わりますよ。いくらでも変わります瞬間的に <laughs> 記憶を、ね、書き換えれば。ただ過去は 確定しています、変わりません。ということは、時間が流れていようが流れていまいが、もはや関係ないわけです。関係あるのは今と未来、つまり時間の流れ方については、いやいや、そんなふうに考えてもしょうがないじゃんという人はしょうがないんですけど、ね、こういう風に考えると未来の予測成果率が上がる。それは未来から 未来のさまざまな確率の自分からいろんな時間が薄く流れてきて、その流れてきたもののどれを取るのかを1秒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 私たちはやってるんだってことなんです。これが前回お話ししたあのギザギザのやつですね。ちょっと今日、そのギザギザのやつは、ね、説明しませんけど、要は。 ここういういとですはい朝起きたね10年前のあなたです10年前のあなたは朝起きた目覚ましが鳴っている止めるかスヌーズにするか起きるかはいスヌーズにしたネタはい9分後とか1分後とかにまた起きるまたスヌーズが鳴っているはい起きるのか止めるのかという選択肢をあなたは1秒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 やってるんですそうですよねその1秒のために自分の人生が右行ったり左手ってギザ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 ってこう未来に向かって進んでいくわけですそれは誰の時間を取ってるんですかはい 政治家に10年後になっている自分の時間はそこのでバーンとあの目覚ましを止めてよっしゃっつって起き上がって、えー、テレビを見てテレビを見たらそこでたまたまニュースがやっていてそのニュースを聞いたその経験を持って次の日を生きたとかですねそのニュースを知っていた、ね、そこでスムーズにして寝た人はそのニュースを知らないで次の日を生きたで次の日を生きたから、まあ、政治家になる。 チャンスが同じように回ってきたとしても、その子に安定が立たずに全くわからなかった。だから政治家になれなかった、ならなかった。まあ、結果的には自分が選択肢にならなかったんですよ。それは過去に遡って選択をしていたということです。というような、ね、話を前回、ね、あのいたしました。詳しくはあの前回の、えー、その2とかその1のところを見てください。要は あなたは未来から流れている時間をどれを取ってどれを取らないかによって何者かになっていくそしてそれを何を選ぶのかは今の自分の価値観で選んでる限り今の自分の延長線上の自分になっていかざるを得ないんだって話をしましたつまりあなたは10年前から今日に至るまですべて自分が一番いいと思うどういう観点からか自分がすでに持っている自分の価値観で一番いいと思うものを選んできた その結果が今の自分なんだということなんです。今の自分が今ここにいてこういう考えを持ってこういう経験をしているというのは今の自分の価値観を信用してそれによって例えばあの会社に行く行かないとかねあの飲み会の約束が来たけど僕は仕事の方が大切だから飲み会は適当に断って仕事に行くとかそういうのも全部全て。 自分の価値観でで選んだんですいやいや、させられたんだよ、会社で命令されたんだよ、はい、命令されました、でもそれを聞く必要はありましたか、ありませんか、究極的にはないんです。ね、断っても別にそこで社会的地位を失ってもいいというとか、もしくは社会的地位を失ってはいけないから、やはり仕事に行かなきゃいけないという自分の選択肢でそれをやり続けてきたんですね。だから飲み会に行けないんじゃないでです飲み会に行行く価値がななないいと思ったので行かないなんです。 もしくは、ね、仕事があっても、自分の息子さんがあの病気になったとか、あの事故に遭ったって言ったら、そっち行くでしょそれは自分の価値観ですよね。でも、やっぱり仕事が大切だと選ぶ人もいるし、それはその人の価値観ですね、はい。ということで、なりたい自分になるための答えはこうでした。それを達成している自分の価値観で今生きる。だから選択肢の選び方が変わってくるわけですね。 だから自分の周りで起こることが変わってくるわけです今日はそこのところを中心に話していきたいと思います。で1人40秒ずつで名字であいうえお順でお名前がこうあ「あ」に近い方から順番に1人40秒ずつで何を感じてどうこの知識や今聞いたことを自分の人生に生かすのかっていうのをシェアしてください。 はい、皆さんおかえりなさい。どうも、シェアありがとうございました。じゃあ、皆さん積極的にシェアしていただいてありがとうございます。じゃあ、一人だけ聞いてみましょうかね。一人だけ。どなたにしますかね。我こそは、我こそは。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、川島さん、一言お願いします。はい、ミュート外してください。はい、えっと、ちなみにこの問題ね、私ね、いつも聞かれたら、 あのまあ、自分で出してるんでねあの、あれなんですけど、大体100億円って答えるようにしてるんです。これ理由はですね、はい、あなたの命も高いんじゃないんですかと、100億円があればね、これで手足切り取られて、手足を新たに自分の義足で脳に接続して、その要は今のこの手足よりもずっと人間の能力を拡張するような義手義足をあの作ると、100億円で絶対作ってやるとそそうしたられれを、えー、と今度売ればもっと。 社会に貢献、世の中の,あの手足が不自由な人たちに貢献できるので、私にその手,を手足を切って100億円くれるんだとたら、その100億円で、えー、この地球の人類をもっとアップデートしますっていうふうに考えています、まあ。なので、ぜひ皆さん、100億円を私にお願いします。イエーイ <laughs> はい、どうもすみません、ありがとうございます。 はいじゃあねこの問題、面白かったと思いますけれどもね、ね時間軸の話もいたしましたが、そうです、前回はそのギザギザね、自分の人生がどこに進んでいくのかって、選択のたびに変わっていきますよね、朝、もう端的な話でスムーズでポチって消すのか、起きて起きるのか、歯磨きをするのか、ニュースを見るのかね、一秒一分、その選択によって、あなたの人生が決まってるんですよ、どうやって選んできたんですか、その日の気分ですか、そうです、その日の気分こそがあなたの脳内にある神経細胞の今までの蓄積なんです。 この状態で朝こう起きてこ過去にこの記憶を持っていったらこれをやるっていうのはもはやね脳の中で全部決まってるわけですよ。ね、何かサイコロを振って決めてるわけじゃないですよね。全部自分がその時自分の脳の中に流れた電流に従ってやってるんです。その電流はどうやって決まってるんですかそうです、あなたが今までやってきた過去の記憶、過去の経験、記憶っていうのは脳内,脳内の細胞の,その結合の重みのですからね。 だからあの、いちごが好きなのも、いちごが嫌いなのも過去にそういう経験をしたり、もともと神経細胞がそうにつながってなかったりして、いちごというものだとか、酸っぱいものが嫌いだったとか、好きだとか、そういうことによって、次の記憶ができて、記憶というのはその結合が決まって、それから次にどこに電気が流れていくのかって、脳の中でこう決まってるだけですからね。という話をしてまいりました。さてという、そういうことは一体どういうことなのか、自分の使う言葉には気をつけるってことですね。えー、何が関係あるの 言葉を使うということは脳の中のその言葉に対応した場所に電気を流すということなんです。有名な事実があります、それは人間の脳は現在起きていることと過去に起きたことと未来に起きていることを想像、つまり本当に見ているものと想像したもの、ね、過去もはっきり言って想像ですよね。過去こんなんがあったな、足朝足踏まれたなって想像ですよね、あなたの。本当に生まれてないですよね。 でも未来もそうですね、あ明日電車に乗って足生まれるんだなって、あし上司に叱られる、どうしようとかね、それは誰が,誰が作り出してるんですか、それはそうです、あなたの大みそかが勝手に好き好んで、思い描いてそれをつき作ってるわけですよね。で、そこ、要はどうやってそれが作られてるのかっていうと、その場所に電気を流してるってことです。 例えばこの細胞に電気が流れたらえ気をつけるという意味だというようなその細胞に対して電気が流れると気をつけるということ、気をつけるっていう言葉の意味と関係あるところにまた電気が流れていくわけですよ。それが脳の神経細胞ということですね。その神経細胞の回路こそがどういうふうにつながっているのかこそが自分たちは何を考えるのか、すなわち知識、過去の知識です。例えば赤色で、えー 四角くて道路脇に立っているものって言ったらこれなんかねポストが思い浮かぶわけですよそれはそういう記憶がそういう赤とか四角いものとかっていう概念に対応する細胞がどっかにあってそれからつながっている先にそのポストっていう概念があるわけですそういうふうに我々は考えてるわけですねもっと正確に言いますただ電気が流れているだけなんです 考えているとは脳の中にただ電気が流れているだだけなんですだからどこに電気を流すようにするのかがどういう考え方をしているかということでありそれが過去の経験から決まっているということなんです。だから言葉には気をつける。なぜならばただ言っただけじゃないんです。その細胞に電気を流したということなんですね。赤という細胞とか四角いものっていう細胞に電気を流したらビビビって流れてなんかなんとなくポストが思い浮かぶわけです。 それだけでもポストが浮かばないときは道路脇に立っているとかっていう概念に電気を流すと、もうあ、それポストしかないなとかね。赤くて丸くてって言ったらひょっとして信号を思い浮かぶかもしれないしあの、風船を思い浮かぶかもしれないですけども、それが脳の中で考えてるってことなんですね。じゃあ、なんでそんなこと分かるんですかっていうと、過去にそういうものを見てる、つまり経験してるからですよね。はい。で、自分の言葉 を一番聞いてるのは誰でですすか自自分自身なんです、ね、えだから私はできるって毎日、うん、これできそうだなってねできなさそうなことでも言ってる人はできるような考え方になっていくしなぜならばそこに電気が流れるからそこに電気が流れるってことは嘘でも何でもそういうような脳みそに変わっていくってことなんです。そうですよねだって脳の中で考えていること思い出してること全部ただそこに電気が流れてるだけなんです。 ただねあの、今は思い出してるんだなとか、今は見えてるんだなっていうのを,を判別する細胞っていうのもありますからね、だからそこに電気が流れてたら、今これは本当に見てるんだなっていう気になってるし、本当の麻薬中毒患者っていうのは、そこも行かれてて分かんなくなってるから、本当だか現実かも分かんなくなってますよね。そういうことなんです。はい、ということで、言葉には気をつけて、どん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 なりたい自分だったら発しているような言葉を使ってください。それがちょっとずつ変わって、それがあなたの価値観そのものなんです。そうです脳の中の記憶なんです。 さて今日はここをね今ねで熱弁しましたけどここをもうちょっと深掘りして詳しく説明していきましたあちなみにこれはですねあの私の大好きなお釈迦様が2500年前にね半夜信仰の元となるお経を書かれて、まあ、4番目くらいに書いたやつが般若経ってやつなんですけれどもその中にね「ブーゲン 2B 絶神にってありますけれどもねあのゲンはねあちなみにこれ,これがその般若信仰の全文であのお釈迦様の三蔵現状三蔵法師っていうのが あのインドの天竺に取りに行って、あのシーアン、まあ、今でいう長安、まあ、今でいうシーアンですね、あの持っていった、そのもう大量の、もうその後と、ね、釈迦が死んだ後にいっぱい経典がね、みんなこれが釈迦が言ったことがどん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 ,どん書いていったんで、もう大量に増えすぎて、どうしようもなかった、そのどうしようもなかった大量にあった巻物、お経帆をたった262文字に、あのその三条原状が持っていったのを、えー、っと整理した人がいるんです、そ整理して、究極の262文字がこの文字だって言われてるんですけど、その中にですね、 ちなみにこれで、ね、何で英語で書いてあるかっていうとこの前あの米陸軍士官学校の,あのウェストポイントっていうところで私が Zoom でえ仏教のこれを教えたんですねその時にちょっとね英語に書いたやつがあるんであれですけどまあこの弦っていうのは四角で耳は聴覚で鼻が嗅覚であの本当は嗅覚じゃなくて口なんですけどねあのこれに関するあの対応するその 言葉もその半若心業の中にあるんですけどあこれ分かりやすいように下はその味で身がその立ち触覚ですねでいっていうのがあるんです普通五感っていうんですけどもう半夜信仰は2500年前にこの五感だけじゃねえと第六感があるんだっていうのを言ってなんですねここ6個ありますよねいっていうのがこれ脳みそのことなんですつまり我々は見たり聞いたり味わったりしてる以外に自分の脳自身から入れてる信号があるでしょ、ね、自分で勝手に考えてね ありもしないことが起きているかのように脳でまたさらに夢を見ているわけです。これが胃、つまりブレイン、脳みそが本当の第6番目の感覚ですよっていうのをこのお釈迦様の時代からも気づいてたわけです。だから第5巻じゃないです。第6巻が我々の脳の中にあるんです。我々が作り出した世界を勝手に見て、それは脳は本当に見ているのかどうかの区別が脳の機能的にはついていないんですね。はいはい、来ました。大好きな。だからどうしたはい、はい、じゃここからですよ。ここから。 じゃ、あこの知識を持って、一体どうしたら我々の人生がさらに良くなるのかってことで、なりたい自分になる方法はっていうのを言ってきました。はい、じゃ、今日はね、あの、あの話をさらにアドバンスして、問題を出していきます。はい、この世で、この世で成果が欲しいですよね。ね、皆さん、例えば、まあ、百億円儲けるとか、例えば、あの、みんなから褒められるとか、例えば、あの、福祉施設を作ってとか、こう、なんか、この世における、この成果っていうのが皆さん欲しいわけですよ。 例えばなりたい自分になるとかね、家族を幸せにする、これもこのようにおける成果ですよね。この成果を支配しているのは何でしたっけこれ前回やったんで、もういきなり答え言いますよ。それは行動ですと。そうですよね。 これねあの思考は現実化するってってその通りなんですすよ思考は現実化するっていうのはこのプロセスは飛んでるんですけど思考が現実化するってことはそれをやらないと気持ち悪い、それをやるのは当たり前だ、当たり前のことがなってないと気持ち悪い、気持ち悪いからこれを行動しなきゃいけない、だから私の行動に何かしら出てしまうと。だから行動して、えー、それが思考が現実化されていくわけですが、これアンソニー・ロミンスも言ってますけれども。 よーし、うちの庭よ、青くなれ、青くなれ、うわ青くなれてね、年次世で青くなるのかってなりませんわ。ね。<laughs> だから、思っただけじゃダメなんです。ね。思ってたら、それが当たり前になってって、当たり前のことがなされてないから、気持ち悪いから、うしょうがねえ、じゃあ自分で、自分で、おうつって、ね、買ったり行動したり、ね、お金買ってきて、庭師やったり、本当に青くなるようになんか薬まいたりね、あのやるから、芝生が青くなるんでしょ。 つまり行動なんです。行動しない限りは、この世の中に何も反映されないんですね。脳,に脳からとって行動とは一体何か筋肉に電気を流すことです、ね。筋肉に電気を流すからベロが動いて、ここの声門が動いて、この声が出る。ね、お願いしますって、筋肉を動かすからなるんでしょ、えー、筋肉を動かすからここにあるマウスを動かして、ね、ま、あのカーソルが動くんでしょ、ね、コップを動かしてで。この世の中に変更を生じさせるっていうのは、筋肉に電気を流すということです。脳から。 ジャスト・ドイツ、行動しろ、やれ、ね、何でもやれば、そこから反応が、この世から返ってくるわけですよ。でも、もっと正確に言うとね。あの自分のホルモンを出すところに電気を流すとかっていうのもあるんですけど、まあ、それはちょっとね。あのー、例外なんで例外、例外でもないけど、まあ、ちょっとここでは置いておきます。筋肉に流すことです。はい、じゃあ、その行動、ね、行動って、たった一回やって意味ありますか、ね？歯磨きやったんです。でも、虫歯だらけです。いつ歯磨きしたんですか？10年前です。だめ、ね、なわけですね、毎日やる。 行動だたった1回やったことはね、ダメなんあの、あんまり聞かないんです。習慣化して、それをやらないと気持ち悪いからやるっていうのが習慣ですよね。歯磨き、ね、習慣になってるから毎日やるでしょ逆に、お前はこれから1週間歯磨きするんだってね、怒られてもう気持ち悪いから隠れてやるでしょ、ね、だつまり習慣化されてるってことは、それが自分の身の回りに反復、継続的に影響を及ぼしていくってことです。ね 一郎も毎日毎日そのグラブを磨きますよね、毎日毎日やるわけです、駆け足したり、毎日毎日考えなくていいようにカレーを食べるわけです、あのもう昼はカレーとか決めといてね、あの考えるとウィルパワーが減るんでね、まあいいや、この話あのウィルパワーって言って、あの意志の力なんですけど、人間の意思は無限じゃないんです、1日に10個しか選択できないんです。 人によって違いますけど、できる人で1日しか重要な決断を、ね、10個しか選択できないんですよ。その10個を今日何の服着ようかなとかね、今日はあのー、田園都市線に乗っていこうかな、南北線に乗っていこうかなとかね、そんなことを迷ってることを2個使っちゃったら、もしくは借金がある人っていうのは、今日は借金返しやどうしよう、どう返せないって、その同じことを何回も考えて、そのウィルパワーを消費していくわけですね。だから Facebook のザッカーバーグも、誰も彼も優秀な経営者とかっていうのは、そのウィルパワーを失わないように、イチローもそうですよね。 あの何曜日はカレーを決めるとか、もう同じ服しか着ないとか言ってその、自分に無駄な選択をさせないように時間を使ってるわけですよね。LINE に、ね、あの飲み会の選択肢が来ました、飲み会行きませんかっていうのを来ました、行かないんだったら、あのこれ、行かなくてもいい理由を一生懸命考えてからやるんじゃなくて、その日は行けませんって、もうすぐ返してくださいね。自分のウィルパワーが減りますんでね。ウィルパワーは自分の人生に関わる、関わりのある本当に大切なことに使ってください。じゃんだから行動ができないんです。 よしやるぞこれもね、ウィル・パワーなんですよね。だからウィル・パワーは有限なんで、それを使ってください,、はい。行動がこの世の成果を支配している。支配っていうのはどういうことかそれによってのみ変わるってことです。つまり、行動が成果を支配している。これは誰も疑う余地がありませんよね。これは誰でも当たり前です。そんなの誰でも分かってる。バカかと、ね。でもみんな、この行動を支配しているものを間違ってるんです。 ここに下に下ってて書いてます、ね、ここが重要ですよ。ね、あの普通の人は、ね、この行動が知識だったり、ねあのなんか、よし、じゃあ、ストラテジーの本読もう。よし、じゃあな、なんとかの資格を取るための本読もう。よし、じゃあ、まず計画を立てようとか言ってね。よし、じゃあ、俺は努力をするんだ。よし、自分の資料を無知で叩いて、おいやれやれってね。よし、俺、あの、っ <laughs> てやるんですけど、行動支配してるのはそんなものじゃないんです。行動支配してないものを一生懸命やれやれって言ってても、だからできないんですね。じゃあこれもう 時間ないんで答え言いますよ。行動支配しているものは感情。英語だとステート。まあ、状態ってことですね、まあ。自分の状態が高いかどうか。えー、そんなものが私の大切な行動を支配してたんですかえー、自分の感情が支配してるんですかそんなはずないでしょって今思いませんでしたかえー、感情えー、何あの悲しいとか、えー、気持ち悪いとかあの嬉しいとか、えー、喜怒哀楽っていうあれですかと。そうなんです。 正確に言いますよダイエットをやろうと思いましたななんでやらないんででややらいすか、ね、あいやいやダイエットをやろうっていう人はもう前提として、ダイエットができてないからダイエットやろうと言ってるんですよね。まあ、別にあの全,員全員そうです、ダイエットやろうと言ってる人は。だって、できてたらもうダイエットやろうと言わないわけですからね。別にこれ、ダイエットじゃなくても、勉強をやろうもそうです。勉強毎日しまくってる人は、よし、勉強やろうなって言わないわけです。 何でもそうなんです何とかやろうっていうのは基本的にできてない人なんですね。じゃあなんでやろうって言ってるんですか答えを言います。それをやるとなんとなく気分が下がるんです。気分が下がることは人間はやらない。気分が上がることはやめろと言われてもやる。はい、子供のテレビ,テレビゲーム。気分下がってますか 気分上がりまくりですね。もうやめろと言ってもやり続ける。ねえ、もう私が子供の時になんか1日20時間やってましたよ。<laughs> あのー、それとかね、あのー、禁断の恋とか、やめろと言われてもやり続ける。なんでですか気分が上がるからです。自分の状態が上がるんです。よっしゃ、生きてる感じがする。ワクワクするぜ。ねアインシュタインは、お,お前、研究しろって言われましたか 言われませんなぜならば、気分が上がるから勝手に行動ができ出るんです、つまり行動が出るかどうか、自分の気分、状態、ステートが上がっているのか下がっているのか、はい、じゃあ、ダイエットやるって、ちょっと下がりませんそうなんです、ダイエットをやりたいという人は、ダイエットをやると自分の状態が下がる、下がるけどやらないといけないってことは、なんか、無知で叩かれるとか、その他の報酬があるとか、お金がもらえるとか、なんかね、その他のモチベーションがないとやらないわけです。はっきり言います。 やらないんでです結局最後までなぜならば自分の状態が下がるから自分の感情が下がるから分かりましたじゃあやりたいと思う行動がもうねこれなりたい自分がこのような成果ですよねなりたい自分になるための行動っていうのは人間は頭がいいのでもう分かってるんです分かってるのになぜそれができないかそれは自分の価値観に力が合って行動してるかなんですけど価値観の正体は一体何か 正確に言います。価値観の正体は、あなたが何を気持ちいいと思い、何を痛みだと思うかです。気持ちいいの反対は痛みですね。つまり、ダイエットをやることが痛みだと思っている人は、ダイエットをやろうと思っても、その行動は出てこないんです。なぜならば、行動を支配しているのは感情だから。つまり、感情が上がりさえすれば、どんな行動でもやめろと言われても、猿のようにやりまくる、ね、あの脳に電極を埋め込まれたラットのようにやりまくるわけです。 なぜならば、我々の脳はただそれだけの機械だから。さて、ここまで聞いてね、面白くなってきましたよ。はい、分かったと。さあさあ分かった。なんとなくね、分かった。感情だというの分かった。だじゃあ、その感情が上がらなかったどうするんだと。まあ、まあ、ここでは分かりやすいので、ダイエット取りますよ、ね。多分誰でも一度やろうと思ってね、面倒くせえなってね。筋トレができてる人は、 筋トレが好きで好きでやめろって言われても、プロテイン乗ってやり続けて、おお、気持ちいいって言ってやるんです。あれ、本当ですよ。だから筋トレはダイエットじゃない。だ筋トレ好きな人はもうダイエットとか言ってませんよね。ダイエットよりも筋肉増やす方がずっと難しいです。体重増やす方が体重減らすよりずっと難しいんですからねあの。これやったことある人は分かると思いますけどね。本当ですよ。ダイエットよりずっと難しいんです。筋肉つける方が。まあね、それはさておきあの、やりたくてやりたくてしょうがなくてやってる人は、そのもう、 やめろってやってもやってるわけです。でも、よし、やろうって言いながらやらないのは、それ気分が下がるからなんですよ。じゃあ、それをどう,どうして気分が下がるんですか、そこを教えてくださいよと。それはもう、それごとによって違うんですけど、もう最初に結論を言うと、あなたがそれまでそういう経験をしたってことです。あなたがそれまでそういう経験をした。うわー、身も蓋もねー。あのね、もっと正確な言葉を言いましょう。あなたがそういう参照枠。 英語で言うとリファレンスフレーム、まあ、日本語で言うと参照枠とか参考材料ということになりますけれども、その参考材料を持っているから、これはこういうものだっていうのをあなたが学習してしまったんですね。例えば、うんお腹を減らしたら空腹感が出てきますよね。これも自動的にあのそういうあの神経投射があるんで、要は血中糖濃度が一定以下に下がれば、えー、苦しいというかあの、嫌な感じがする、例の空腹感が。 を感じるるという脳内投射があるわけですそれはもう生まれた時からあります。ない人はまあほぼ死んでいます。なぜならばお腹が空いても感じない気持ちいいとか言ってあのそのまま食べないで死んでいくわけですね。でそのそういう人たちの子孫はそういう脳内投射を持っているので当然我々も例えば痛みを感じる神経投射だとかお腹空腹になるとか血中酸素濃度が一定以上になるとあの苦しい感じがするとかああいう神経投射を持ってるわけです。 我々はその感覚を脳が味わうわけですね。あちなみにあの脳のことを意、意味の意って書きましたけど、脳が味わう味のことを意味ですからね。だら意味っていうのは脳の、脳が感じてる味のことを意味っていうわけです。下が感じる味は味ですけれども、だから意味の意,意,は意が脳みそで、身味は味ですよね。だ意味っていうのは、それがどういう意味付けされてるのか。意味付けとはすなわち、その記憶、その神経回路、その電流が。 快感につながっているのか痛みにつながっているのか、まあ、どっちもあんまりつながってないのかとかねその重みのことを、えー、価値観といいますつまり脳内の投射ですねはいじゃあここ見ていきましょう感情状態を支配しているものはあなたの思い込みなんですへえー、思い込みっていうのと記憶っていうのは同じですよなぜならば 我々の記憶に正しい思い込みと間違ってる思い込みと全部ありますけど、脳細胞的には同じですからね。例えば、えー、何でしたっけ、あのー、ガリレオとか、ね、コペルニスクスとかね、それまであの地動説、天動説ってありましたけどあの地、天動説、つまり地球の周りを太陽が回ってるって全員思ってたわけですね。で、それに反することを言ってるやつは気持ち悪いので <laughs>、お前ら、改心しろー この地球がね、あの神様が作ったのに地球が動いてるわけねって言ってやったりすると、それでも地球が動いてるって拷問されながらね、えー、コペルニクスはあの言ったわけですよね。でガリロガリルもお前らは自分の目で見ることをせずにって言ったわけです。要は全て思い込みなんです。いい国作ろう鎌倉幕府も思い込みで、今いい箱作ろう鎌倉幕府なんですか、まあ、ちょっとねの、最近のやつは分かりませんけど、要は全部思い込みなんですよ。数学ですらも 覆ってますよ、ね、数学はねあんま定義から始まってるんで覆らないんですけどもあの物理学物理学もねあのニュートン力学が正しいとかって言ってたら量子力学が出てやっぱ正しくないとかね,ね宇宙光がつくんだとかニュートンがあのアインシュタインが言っててもねいや,やっぱつかねえとかって、まあ、ちょっとマニアックなんでいいですけれども要は我々が信じているものは全てただの思い込みですもっと正確に言います脳の中にそのような電気回路が作られてしまったってことなんですね 脳の中に自分があるところ、その電気回路が作れられると、そういう時期が入ったときに、またそこに電気回路が流れるんですよ。だってそういうふうに結合しているわけですから。そうしたら、そう思ってるっていう、ただそれだけなんです。そしてこれは正しいって、自分のことは正しいと思ってるんですね、みんな。だから、自分の価値観をなかなか変えられないんです。人の価値観で生きていけ、無理です。だって自分の頭の中にある電気が流れる通りにしか私は思えないんですから。 でもこれを知ることによって、やまってよ。ひょっとしてこの価値観正しいのかなって、なりたい自分だったらどっちになれるのかなってね、わかる、その自分でもう一度感じ直すことができるわけです。その回路を私は今作ってるんですね。これが新しい参考材料です。で今まで知らなかったことを知れば、新しい参考材料ができて、そこの電気回路が作られたわけですから、今度はそれに従って生きていくと、なりたい自分になる確率が高まりますね。 そうです。未来から薄い時間、薄い確率で流れてくる、なりたい自分から投げられてきた未来の時間を取るためには、なりたい自分が持っている、今の自分では持っていないかもしれない、その価値観によって選択する、つまり今の自分の脳の中で自動的に流れてしまう電気回路に従うのではなく、もう一度考え直して、やっぱりあの未来のなりたい自分、 だったらこっちの価値観なんだろうなと思って勇気を振り絞って今の自分の価値観、思い込み、記憶を頼らないものを選んでいくということですね。でもそれなかなか難しいんです。なぜならば、すでにできちゃっているこの思い込みによる回路で感情が下がるように自分ができているからですね。はい、例えば今から,今から直ちに 外に行って、コンビニ行って、コンビニの店員さんのいる前でピンクレディーを歌ってきてくださいって言ったら、うわ、やった、嬉しい、やらせてください、ありがとうございますってやりにくい人いますかねえ、でも、なんで行かないんですかそうです。そんなことやったら恥ずかしい。つまり、自分の状態が下がるという記憶を持ってるからですね。記憶を持ってるんでそういう脳内回路なんですよ。でも 本当に何,何者かになりたいんだったら、そんな人前でやれって言われたら、ただちにやるような、例えばあの、私が、あの孫正義先生のところに弟子に行ってね、サワ君が、じゃあ君、今から言った、この無茶ぶりを全部10個やってこいって言われたら、私やりますよね。それを何の躊躇もなく、うわ、嬉しいって,って。あの <laughs> やれるような自分、つまり未来の自分だったらこんなのはもう楽勝だと、なぜならばこれから起こるさまざまな困難に立ち向かうことに比べればこんなことは簡単だと思える価値観を持っている、自分の枠を超え続ける価値観を持っているからです。はい、じゃあここね、もうちょっといきましょうね。うん、まあちょっとね、あのまあ、じゃあこれ、これね、説明するのどうかなと思ったんですけれども、あの言います。思い込みを支配しているものがあるんです。 あこれね、思い込みを、ね、もうちょっと説明した方がいいかな。あの思い込みなんで思い込みが感情を支配しているかというとあ、このことは感情が下がるという記憶がすでにできているからですね。このことは感情が上がるという記憶、思い込みがすでにできているからですね。で人間というのはこういう機会なんです。自分の信じている知識 と合致する現実を認めると自分の状態が上がり合致しない現実を認めると自分の状態が下がるっていう機会なんです我々はえー、何言ってんのかよくわかんねえよ今んところよくわかんねえって思った方いらっしゃると思いますけれども、まあ、例えばですね、あのー、自分が、まあ、オウム真理教にあもうこれねオウ真理教にしましょうかねオウ真理教にあなた入ってくださいって言われたらどうですか えやだ。気モいいって思いますよね。うるさそうないって。ね王心理教に入ってくださいって言われたら、それなんでですかそうです。王心理教は気持ち悪い危ない宗教だという知識を持ってるからなんですね。それかもしくは自分がすでに仏教とか神道とか、まあ、何でもいいですけど、そっちを信じてて、それじゃないものはいかがわしいという信念を持ってるからです。つまり自分の信念を思い込む。信念っていうのは ただ単に信じてる。思い込みと信念は全部同じですからね。何の根拠もありません。自分の脳細胞がそうなってるっていうだけです。その信念、思い込みがと合致しない、つまりまあその気持ち悪いっていうことにこう入ってくれって言われたわけです。そしたら、ね、自分の状態下がりましたね。じゃあこれね、逆に、あなたがもし、王心理教のね、教団員だったとすでにします。すでにした場合に、ねねいい宗教があるんだけど入らない。ねえ、おん心理教って言うんだと。 そしたらあなたどう思いますかやだー、仲間がいたー、うしいー。ね、めっちゃ状態上がりますよね。これと同じことが常に起こっているんです。例えば、まあ、今,だ今で言えば、そのコロナのワクチンをやる派やらない派でね、私はやらないのにやるって言ってる気持ち悪いとかねあのいや、私はやらないと気持ち悪いのにやるなって言ってる人たちが、うわーってね、みんなそうなんです。 ただそれが脳内でで起きてるんです全員のつまり自分がどういう思い込みを持ってるのかだけに依存して自分の感情が上がったり下がったりしてるんですね。ということはこの思い込みを自在に変えられれば、ね、普通の人は、ね、この行動のところまでしか教えません。ここのの行動のところまでしか私はこの下で真相で一体何が起きてるのかっていうのを今説明してるわけです。我々の脳の中で。 我々の世の中で一体何が起きているのか、それは思い込み、要は知識ですねで。そしてこれを支配しているものがあると、それは環境です。いきなり答え言っちゃいます。私はねこれ自分の,あのセッションの中でこう何時間も、ね、考えさせるんですけどね。あのえどういうことで、聞きますよ。今ここにいたから私の声が聞こえてきましたよね。今日このセッションに来るという選択肢をこうなんか右か左かって,って選んであ、じゃあ、澤さんのやつ、お知らせが来たから行こうとか言って、行ったわけです。で それを選択肢をきたから今このズームに映っててこの声が自動的に聞こえてくるこの声が自動的に聞こえてきて今その前のあなたの脳みそを持っていたからつまり日本語を理解できるだとかある程度の知識があるだとかこういう経験をしているとかそういう初期状態があった上で私の言葉を聞いたので今そう思ってるんですこれがテレビの前に座っていたらねよく言いますけれどもコカ・コーロの CM が出てきてあコーロ飲みてえなとかって思ってるだけですよ ね、それとかいろんなセミナーに行ったらそう思う、ねで。この職場にいたから、この小学校にいたからその経験、記憶がある。この中学校にいたから彼女にあの子に会って、あの子に振られた、ね、その経験がある。そうです。あなたは何も選んでません、何も考えてません。ただそこにいたからそういうことが起こって、そういう知識を得て、そういう経験をして、そういう脳内行動が自動的にできて、そういう脳内投射ができて、だから。 それをいいとか思ったり悪いとか思ったりしてその結果の積み重ねでよしやろうという思った行動がなんかやよしやろうと思った行動止めないでくれ俺やりたくてやりたくてしょうがないんだ誰が止めても俺やり遂げるんだっていう風になってるかとかね全部決まってるんですこれが脳のメカニズムなんですはっきり言いますどこにいたかどこにいるかそしてこれから重要ですよ これからどこにいるのかが重要なんです。だからね、巷たでも言いますよね。自分の価値観なんてね自分の価値観はただ単に自分の周りの親しい100人の友達の平均値だって言われてるんです。それはそうですよね。毎日話してる人の影響を受けますし、例えばね、あんま皆さんあの不動産持ってる人も持ってない人もいると思いますけれども、 自分の友達が100人いて100人不動産を所有していて自分だけ持ってなかったらどうですかあれ私っておかしいのかなと思いますよね。でも自分の友達が100人いて100人とも不動産持ってなかったら不動産持ってる人のことおかしいなって思いますね。 何がおかしいかどうかの関係ないんです。今まで自分が経験した、自分の周りでよく聞いた、見聞きした、あ、こんなもんだよねって思ってる、それがあなたの価値観になって、あなたの価値観という思い込みが脳の中に刻まれて、その電気回路に従って、それに従ってれば気持ちいい、従ってなければ気持ち悪いということに、えー、起因して、自分の行動が気持ち悪かったり、気持ち悪くなかったりすることによっては、その行動が頻繁に出たり、出なかったり、絶,絶対に出なかったりして、ね、今から人を、 殺してきてください外に行って3人殺してきてくださいってね、できますかできませんよ。なぜなら気持ち悪いから、絶対にできない。それは、我々がそういうのを気持ち悪いと思う、もう回路を散々毎日ニュースを見たり、教育を受けたり、小さな頃から面倒、迷惑をかけるのとか、わーって、もうその回路ばっかり作ってきたわけでしょ。だからそうなってる。逆にはただそれだけ。もしこれがね、戦闘民族のブロかブロック、ブリ ブラッカなんかに生まれて、よっしゃ、殺した、サイヤ人だとか言ってやってたら、毎日ね、もう見たら殺すみたいな風になってるかもしれませんよ、ねあ。サイヤ人じゃなくてよかったですね、我々は。で、そういう民族っていうのは子孫が残らないんで、その形質はまあ受け継がれてこなかったという、この人類の歴史10万年の記憶を持ってるわけです、我々は。はい。はい、じゃあね、これまとめますよ。ね、この世の成果は行動、習慣が。 シェアしてます習慣ですよ、だから習慣化しましょう。これね、習慣化するところだけでものすごいセッションがありますからね、はっきり言って。だからこれね、簡単に習慣化できると思ったら、なかなかできないかもしれないけど、まずこれを知らなければ、絶対習慣化できません。そして習慣化できるその基準は、ね、ここに書いてあります基準はどんな人間もたった1つです。全人類がこのたった1つの基準だけで動いてます。快、心地よいことに近づき、痛みから遠ざかるという基準です。そしてこの痛みから遠ざかる方が5倍以上強いと言われています。 全員同じなのになぜ出てくる行動が違うのかそれは何が快で何がえ痛みなのかっていうのがね不安だとか痛みですよね何が嫌なのかっていうのが人のによって違うからですそれだから感情が感で感情が高くなってるか低くなってるかっていうのでこれが決まるわけですよねだから感情状態のこの基準が 自分の記憶に適合していればかい、自分の記憶に不適合なら痛みになるっていうね、あとはその先祖代々、最初から生まれる前から持ってる投射ですよね、例えば、つねれば痛い、ここから電気が流れてきたら、ね、ビリビリ、ビリビリ、あーっつってあの、ここから電気が流れてきたら、ここにもうすでに生まれた時からつながってて、この痛いと感じるところにつながってるわけです。 これを先祖の記憶って言いますね先祖の記憶って普通言ったら、あのね、うわ、スピリチュアル来た、嫌だ、寒い、怖いって、ね、なる人もいると思いますけれどもあの、先祖の記憶っていうのはあるんです。例えば、我々が息を止めたらね、苦しいってあれ、我々が生まれた後に得たもんじゃないでしょ、つまり DNA に仕込まれていて、そういう記憶というか、そういう神経投射、神経投射と記憶って同じですから、ねあ、投射っていうのは、ある神経細胞から別の神経細胞にこう電気が流れるようにつながっていることを投射っていうわけです。 その当社が生まれる前から決まってる、これあの、人によってはね、たまに違う人がね、あのエラーで出てくるんですけど、DNA に差し込まれてるわけですよ。だからそのあの、例えば痛みを感じない人がたまに生まれるんですけど、その人は複雑骨折していても、ち血まみれになっても気づかないので、まあ、死んでしまうわけですね。その人の形質は残らない。残らないからそう、その痛みというものを必ず持っているとか、息苦しくなるとか、お腹が減る痛みとかを持っている人の子供が残っていくっていうふうに作られているわけです。 でその先祖の記憶ね、もうこれですよ。で、結局、じゃあなんでその記憶ができたんですかって言ったら、そこにいたから、その体験。そしてその記憶が残ったって、これを参照枠。だからもう、はっきり言います。我々がすべきことはたった一つなんです。自分の参照枠、参照枠、参考材料、英語だったリファレンスフレームを変えていくってことなんですね。 過去の経験を変えるっていうのはできないです、過去ですから。ただ、上書きしてそれを薄めていくとか、新たな経験をするっていうことはできますよね。例えば、今の私の話がそうです。私の話を聞いて、ああ、そうなのかって、これ結構、その参照枠が変わったわけですよ。うわ自分のね、これ、思ってたこと変えられないと思ってたけど、この参照枠変えれば変えられるのかとかですね。で、この参照枠を変える方法っていうのは、もうはっきり言ってあの、うんまあ、ちょっと1人では難しいかもしれませんけれども、まあ、いっぱいあります。 で結局、それもですね、どこにいたのかで決まっちゃうわけです。このズームの前にいるのか、ね、有用な YouTube を聞きまくるのか、本を読むのかね、ね、ただただただねあの、今の自分を肯定して生きるのか、それもどこにいるのかですよね。自分の部屋にいるのか、あのなんか学びの高いコミュニティに属するのか、そこで決まっちゃうわけです。だって、勝手に聞こえてくるのも音が。勝手に映像が目の前に流れてくるのも、勝手にそこにいるから、 脳に情報が入ってくるんです。あなた何かしましたか？そこにいただけです。もちろんね。そこにいてもね。えっとね。うわーとか言ってあの何も聞いてなかったら、あの何も起こらないかもしれないですけれども。はい、ということでね。で、この全てに一本の軸を通すのがなりたい。自分なんです。だってなりたい。自分という成果によってはなり。たい やればいい行動というのが変わるってことは何をかいと思って何を深いと思うかっていうのも変わっていった方がいいですよね。で何をかいと思って深いと思うかっていうのはその過去の記憶からあの決まってるわけですからあのそのどういう参照枠を入れていったりしたら、ね、私は過去にこんな記憶があるんで無理ですじゃないんですだって。 無理ですだったら、あなた小学校1年生の時と今同じ考え方ですか違いますよね。常に変わってますよね。毎日毎日新しい参照枠を手に入れて、どん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 我々の考え方は変わってるんです。もし変わらないって言うんだったら、あなた小学校1年生の時から何も変わってないはずです。でも変わってます。だからこれからも変わるんです。坂本龍馬は有名な言葉を残してます。10年前に悩んでいたことは、今思えば大したことないことだ。ことぜよ、と。 ということは今悩んでることも大したことないんぜよって言ってます。だって10年後またね、自分進化して変わってんだから。だからここになりたい自慢、つまり目的。まあ、これ英語で言うと、why ですね。why が大切なんです。なぜ私は生まれてきたのかまでね考えられればいいですけど、なぜ私はそういう思いになりたいのか、どういう自分なのか。だからこの参照枠を入れた方がいい。だから私はここに入れた方がいい。ね。 もうなんか毎日、愚痴ばっかり言ってる人のところにいたらそういう人間になるんです。毎日エナジーとか,、ね、なか叫びまくっているコミュニティに入ってたらそういう人になるんです。ね、毎日私の話を聞,聞いてくれてたら、ね、そういう風な考え方になるんです。そうですあなたと時間を共有したその時間周りの仲間と似たような価値観になっていくだけなんですだから周りに置く人特にそれをやってるのは誰ですかそうです あなた自身なんです。あなた自身の使う言葉なんです。あなた自身の使ってる言葉があなたを作ってるんです。だって、たった1回しかやってないことを何回も何回も1日に100万回くらいぐる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 脳内で回してその回路を強化してるじゃないですか。ねえ。だから自分の言葉をもっと、なりたい自分だったらどうしてるのか、なりたい自分だったらどういう言葉遣いか、なりたい自分だったらどういう価値観か、なりたい自分だったら何を快感と思い、何を不快感だと思ってるのか。 そういう参照枠を入れるためにそういうコミュニティ場所に行ってください。本当はね、ここを今日話したかったんですけども、時間が来てね、終わります。これね、むちゃくちゃ面白いんですけども、ちょっと時間オーバーしますけど、ちょっとだけ話しますよ。<laughs> いいですかあのね、人生はすべてこの3段階、本当は、ね、4段階なんですけど、あのもう4段階まで言っても分かんないんであの、3段階しか説明しませんけれども、 すべての物事がこのフェーズをたどっていくんですね。それは依依存、存自立、相互依存のフェーズです、ね、例えば僕は家族に対しては自立の段階だけど仕事では依存だよとかもしくはこの仕事では自立の段階までいったけどこっちの仕事ではまだ依存の段階だよとかねこれ何が違うのかというと明確に違ってて。 相互依存はね、あのー、ちょっとレベルが高いんで説明しませんけれども、あのー、依存の段階の人はね、大体文句言うときに、あなたが、あいつが、ね、あいつが教えてくれなかったからだ、あいつが悪いからあいつがこうやったからだ、あいつが陥れたからっていうね、主語が大体あいつになってます、人のせいですね、だから依存なんです。つまり、依存の段階にいる人は常に欠乏や悲しみを感じています。そして 何か言われてもあいつのせいなので拒絶で受け入れられません。そして心を傷つけます。昇進です。チェッみたいな。えー、どうせみたいな。これ依存の段階ですね。まあ、子どもの小学校、中学、中学年くらいまでは完全にすべてのフェーズで依存です。なぜなら言われた通りにしてるから。そしてだんだんそれでねあの、えー、相手を批判したりします。 そして罪悪感を感じます。罪悪感を感じているフェーズ、これが依存だと思ってください、ねで。人間は全部の局面が依存っていう人も少ないですし、全部の局面が自立っていう人も少ないですし、まあ、あの仕事では会社ではこの,しこ,のこのチームの中では依存とかね、まあそれぞれその、それぞれの項目ごとに全部この段階があって、全部この順番を踏んで成長していきます。で自立の段階に行くと主語が、ね、私になります。 でこあの依存の人はね、主に被害者意識ですね。で、自立の人は、どっちかというとこう、加害者意識になります。で、自立の人はあの、こういったものが障害となります。期待。あいつはここまでやってくれるだろうとかね。で、完璧主義。これも自分、その障害となります。そして、比較。あいつはここまでやってるのに、俺はとかね。人と比べる。そういったものがあと、管理したい心。だから、俺の言った通りにやれよみたいな。え 管理したい心、そして闘争、何かとこう競い合って戦うわけですね。ね我が闘争みたいな。でまあ、死の谷、えーまあ、要は何かをリセットしたくなるような大きな障害が訪れるわけです、自立すると。でこれ、依存の人はここまで来ません。大きな谷が来ません、依存の人は。そしてこの大きな谷、死の谷を乗り越えると、これがね、まあ、大体離婚問題とかねあの、会社辞めるかとかね。あの 自分で経営しててもうだめだとかね、そういうのがこの大きな、もうリセットしたくなるっていうね、そういう大きな谷が来ます。ここを超えると次の段階に行くんですけれども、まあ、最後は相互依存、主語が私たちになります。相互に依存する段階で、自分と相手という垣根がなくなるんですね。あなたがとか、私がっていうことじゃなくて、私たちがしか考えなくなるということです。そうすると、まあ、これね、まあ,あの、まあ、いいですけど、 まあここはいいです。まだここに行く人はね。あの松下幸之助さんとか、そこでこのレベルですね。だから我々は当然、この依存自立の段階です、大体。で、私、ちょっとね、この総合依存に入りかけてきたかななんて自分で思いながら、いやいや、まだまだって、そんな感じですね。あの世の世界中で誰でも知っているような経営者のレベルがこの総合依存で、これ、さらに次のフェーズに行ってる人はもうね、人類で数人しかいないです。まあいいです。で、まあ、これらをね、あのー この障害を解き放って次のフェーズに行くためのキーワードっていうのがあの依存の段階だと例えば理解、まあ、理解してないとね、あのまずは理解しないことには進みません。そして、受け入れるってことですね。そして、許す誰かを許すってことですね。よく何時許しなさいなんていう許さないと自立できないんです、はっきり言って。許した先に自立があるわけですね。だって、誰かを責めている時点で自分で立ってないんですよ。その人に依存してるわけです。 そして自立のフェーズに行った人たちが、まあ、ほとんどどの,どの事柄でも一切自立にたどり着いてないという人はいません。でも、その自立にたどり着いても、相互依存にたどり着いてない人がほとんどです。で、じゃあ何が必要なのかというと、手放すことが必要です。まあいいや、許そう、完璧主義は無理だ。あいつに期待しないじゃないです期待して、その通りにならなくてもいいとかですね、比較もしない。 手放すことが大切、そして管理したい、でも信頼、闘争も信頼、こういうものでカバーしていきます、そしてコミットメント、もうコミットメントってね、あのよく間違った意味で皆さん使ってるんですけど、コミットメントっていうのは、自分の身を投げ出すっていう意味ですからね、別の言い方をすると、もうすべてなるようになれと、自分で決心を決めることがコミットメントってことなんです。だから コミットメント今はね多くの日本人コミットメントって言うと、ねよし、私はこれからダイエットしますみたいなそういうい宣言をして、その通りやるってことなんですけど、自分の身を投げ出して、神様に預けた状態になっているから、それを言ってもその通りに、ただただ自分の意思で動かない、ただそれをやっていく、ああ社長が言ったから従業員がやる、その従業員が自分自身みたいなね、そういうイメージです。それがコミットトメントです神様に身を投げ出して コミットっていうのはね、生け贄になるっていう、そういう意味もあるんですね。あのそ,そのくらいもう自分を投げ出して、もうお任せする、似て,似てくれ、焼いてくれっていう状態がコミットメントの状態です。まあ、こっちはね、相互依存はちょっと説明しても、ね、あの意味不明なので、私もこれからどんどん勉強していきます。ということでね、あのそれぞれ何を整えたら次の段階に行けるかっていうのがもう大体分かってまして、 あの依存の段階の人はまず態度と行動を整えてください。いますよね、自分の態度と行動も整えられない人。ね、<laughs> だってできないんだもんとか、えー、俺はこういう主義だからさとか言ってあのう、ね、あのやらないとかですねで。まずは態度と、これね、整えるって言ってもいいですし、管理下に置くと言ってもいいです。自分がそれをやろうと思ってちゃんとできる。まあ、それは行動と態度が。 あのやろうと思った通りにできない人はそれは依存の状態ですよね。すみません、先生教えてくださいみたいなね。分かんないですみたいな、えー。教えてもらったけどできませんみたいな。そして、ね、そういう,もう大体行動ができるようになった。よし、じゃあこの分野については自立したなとで。そうすると、もう許すことも増えていくわけです、まあしょうがねえなって一通り経験してきたそして自立の段階に行くと、今度整えるべきものは感情になります。ね、自立の段階はちっくしょう、むかつくなんて言いながら、もちゃんとやるわけですね。 <laughs> でも、まだ、あのー、自分の感情は整ってない。感情が整うと、自分、これは感情を押し込めるとてことじゃないんです。なりたい感情になれるように、自分の感情すらも自分の管理下に置くって状態ですね。だから私はもうほ,ほ,ほぼ怒りません、閉鎖なんだ、何が起こっても、自分の、えー、と身の回りでね家族に不幸があったりしても、あのー、本当にあの自分の感情が動かないことに対して、ああ、成長したなーなんて、ね、こうやって思ってますけども、ね、本当に感情すらも自分の管理下に置く。あ 今、困ってるんだ。ちょっと怒ってるのかなあ、そうか。なんで怒ってるのかなみたいなね。えー、そこまでいって、ようやく自立ですかみたいなねあの。いや、感情が整うと次のフェーズに行けるんで、相互依存に行き始めるんですねでか。逆に言うと、感情が整ってないから、この死の谷にリセットしたい、何かにあのぶつかった時に、玉砕してやられてしまうわけですよ。で、感情が整うと次の段階に行けて、私たちになるわけです。だって、何があ,あっても怒んないし、う、まあ、嬉しいのはありますけれどもね。 う嬉しいを嬉しいと思ったりするのはいいですけれども、そう私たちなんで、あなたが向上すれば嬉しいわ。<laughs> だって、あなたが向上したら私が向上したことだもんみたいなね、主語がもう私たちしかないわけです。あなたとか言ってないんです。で、えー、次にこの整えるものが自分の思い込みを整えていく。まあ、例えば、よくね、質問されるんですけど、澤さん、ということはね、私がね、 ありのままでいいっていうことは、なんかすごいブスな人が近づいてきたら、うわ、ブスが近づいてきても気持ち悪い、でも言ったらまずいから言わないって、これはえどういうふうにすればいいんですかってね、感情的には、あの、うわ、ブス気持ち悪いって思ってるんですけども、それ、あの、ブス近づかないでって言った方がいいんですかっていう、そういう問題があるわけですよ。で、それはあの、自立の段階までだったらいいんですね。そそれれに思い込みでそれ、を、 今、2つ基準がありますよね。ブスって言ってはいけないっていうのと、ブスって言わない方がいいっていうのと、ブスって言いたくないっていうことですよね。でも、あなたはどの考え方、思い込み、思考に責任を持つんですかってことなんです。つまり、整えるものですね。そしたら、あじゃあ私はこの人を、えー、その別にブスだと思わないし、気持ち悪くもないということを思ったとしたら、もはやそれが自分の思い込みに変、いや思い込みすらも 変更できるというか思い込みすらも管理下に置くことができた状態になっているのであ私はこ,のこれをブスだ気持ち悪いと思うこともないんだというのを感情を押し殺したり嘘をついたりすることなく自分自身が本当にそう思う段階に行くってことなんですね例えばあの有名なそのホリエモンとかいろんな自分の言いたいことを言ってる人いるじゃないですか明らかに社会的に叩かれるような言動でも私はこれが正しいってその思考に責任を持って言い続けてますよね。 別に私は思ったことそのまま言うんだって言って、それに対して責任を取ってるんだったら別にいいわけです。つまり自分の思い込みと、その社会に対するあの影響なんかも含めて責任を取る。整えたってことですね。だからどういう自分になりたいのかっていう、そっちの思い込みの方に整えていくってことなんです。いやいや、思えませんじゃなくて、それは今のあなたの価値観でしょ。なりたいあなただったらどういう価値観、思い込み、信念、 脳細胞の回路を持ってるんですかっていう観点に立っていくと、それは整わざるを得ませんよね。はい、ということで、この思い込み、うん、脳の中の回路すらも整えていく、自分の管理下に置くっていうフェーズに行くと、このね、相互依存の次に行けるってことが、ね、分かってるんですけれどもはい、なんでこんな説明をしたのか。 はい、見てくださいねあの。一番下のね、霊的依存というのはね、気にしないでください。あの説明しても意味わかんないんで、あこれ、ワンネスへ行く世界ですね。もう行っちゃった人、これ世界行ったらね、マザー・テレサとあのキリストと、えー、アッラーくらいだと言われていますあの。この霊的依存の段階ですね。このワンネスの世界。で、これ、一番左側の支配関係というのを見てください。さっき私がお伝えした支配関係、まずは行動を整えてください。そしてその行動を支配しているのは感情です。そしてそれを支配しているのは思い込みです。そして その思い込みを支配しているのは感情ですって言って4つの支配関係がありましたねこれがそれぞれの成長の段階と完全に一致してるんです意味わかりますこの整えるものって書いてあるところとあのこの支配関係っていうのがね、それぞれそれぞれの成長段階から整えるこれを整えたら次に行けますっていうやつがあるじゃないですかね、これがこの支配関係の4段階と一致してるんですね つまり、この順番で成長していきなさい、自分を整えていきなさい、なりたい自分になっていきなさいっていうね、これは一つのつな、まあ、がりなんですね。はい、まあ。なんとなく分かっていただけたでしょうか。ちょっとね、長くなりましたけども、エティフィールドの話とかしたかったですけどね、はい、試合会もしたかったわけども、本当はね、あのレバレッジの書き方とかね、話したかったですけど、これはね、また、あの、時間にします。はい。今日は本当にあのお話聞いていただいて。 ありがとうございました、はい、次回ね、もうないですけどもあのこの、このシリーズは3、その1からその3だったんで、もうその次回ないですけどね、面白いと思ったら、またね、次やるんで、えー、連れてきてくださいと。次はですね、あの仮ですけども、なりたい自分になり、人生を思い通りにするセミナーということで、その1、でとりあえず3月の20日、えー、日曜日の同じく10 21時からを考えています。はい、でまたですね あのこちらアンケートの方、もう一度今日のねやつ、面白いやつ、あの書いていただいてえ、今日初めての方はね、そしてこのアンケートの中にオープンチャットがありますんで、でアンケートの URL はあの Facebook のとこにいもう一回上げておきますんでね、もしくは今この QR コード読んでいただいて、おにまおしチャンネルにもえ中に、ね、オープンチャットあるんで、登録していただけたら最新情報をお届けいたします。最近ね、おにまおしチャンネルの方にの不動産の、あの、 今まで有料のやつをねだいぶだいぶ載せてますんであのはいそちらの方もぜひ見ていただければと思いますはいそれでは本日いかがだったでしょうかに、えー、まむしありがとうございますそれではね最後に一人だけ感想を聞いてみたいと思いますありがとうございますどうなったかいらっしゃいますかねいやそれでは皆さん感想を言ってくださった方に大きな拍手をありがとうございます。 はいいありがとうございます、ね、私の入っているコミュニティとかもほとんどの人が、ねね、自分の感情をいかに上げるかしか毎日やってませんからねもう,もう一言で言うと神様、ご先祖様に感謝して今日も素晴らしい一日が始まっていますイエーイエナジーみたいなねそんなことばっかり吠えまくっている人たちもいますからねそれは何をやっているのか自分の感情を上げているんです。 感情が上がりさえしたらね、行動が自動的に出てきちゃうんですよ。だから、成果が出るんですね、自動的に。でも、多くの人は行動しないんです。ほとんどの成功者の方が言ってます。言っても、やる人は99%やらないと、1%もいないって言ってます。大体いい、どんな本にもそう,そういうことが書いてあります。あのその成功者本はねあの、だから私もどん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 あの試しにやってみるということでえ、このセミナーもやってみております。それでは、皆さん。皆さんに とめどなく湧き上がる大きな幸せが溢れ出して、雪崩のように流れ込んでいきますように。それではまた。あ、そうだ、あの、鬼まむチャンネル登録してくださいね。はい、ありがとうございます。終わります。